7月18日火曜日、島崎町にある立誠保育園で保育のお仕事相談会が開かれました。津市では令和元年度から保育士職場復帰セミナーとして、保育士経験のある人や保育士資格を持っている人を対象に相談会を行ってきました。今年度からは、これから保育士資格を取得しようと考えている人や、看護師や調理員として保育に携わりたい人など、対象を広げて相談会を開催し、この日は男女8人が参加しました。はじめに保育園での仕事の雰囲気を感じてもらおうと、立誠保育園の現役保育士が園で人気の手遊びを披露しました。続いて、過去に相談会に参加し、現在は立誠保育園で働いている復帰保育士の皆さんが、それぞれの体験談を語りました。立誠保育園には、現在4人の復帰保育士が勤務していて、週1日午前のみ働いている人や、1日勤務を週4日行っている人など様々です。仕事内容も、乳児クラスの担任をしている人や、その時々に必要なクラスをサポートしている人など、それぞれの経験や勤務時間に合わせて働いています。わからないことや戸惑うことがいっぱいあったんですけれども、そのたんびに、周りの先生方が、本当は保育中で忙しいからそんな時間もないのに、細かいことまで丁寧に教えてくださって、そして何よりも嬉しいのは、子どもたちの笑顔、この笑顔にパワーをもらってお仕事させていただけること、本当に幸せに思っております。皆さんもどうぞぜひとも笑顔に見てください。ありがとうございました。かわいいです。続いて、お昼寝中の園内を見学します。タブレットを使った睡眠チェックなど、最新の保育環境が紹介されると、参加者は真剣な表情で聞いていました。最後は個別相談会が行われ、参加者は市の職員に相談したり、復帰保育士に話を聞いたりしていました。保育のお仕事相談会は10月19日木曜日、12月19日火曜日にも開催され、小さな子ども連れでも参加できます。詳しくは子育て推進課 059-229-3167 までお問い合わせください。